マーキュロクロム液メルブロミンは、皮膚、傷の殺菌、消毒に用いられる、局所殺菌剤である。メルブロミンは、有機水銀にナトリウム塩化合物であり、フルオレセイン骨格を有する。メルブロミンの水溶液は、暗赤葛色の液体であり、商品名のマーキュロクロム液あるいは、通称の赤ンとして知られている。通称の赤ンは、赤い溶チンキの意味で、 同じ殺菌、消毒の目的で使われる器用チンキが茶色なのに、対して本品の色が赤いことから付けられた。ただし、マーキュロクロム液は水溶液である。アメリカ合衆国での商品名は、マーキュロ、マーブローミン、ソディウムマーキュアリスン、アセプタイクロム、スパークロム、ブロケイセプット、シンファクロミンなど。メルブロミンは局所殺菌剤としての用途が、 最もよく知られている。傷に処置した場合、皮膚は鮮やかな赤色に染まる。アメリカ合衆国では、メルブロミンの使用は他の殺菌剤によって置き換わっている。メルブロミンは、その異常な価格の安さのため、特に発展途上国では未だに重要な殺菌薬である。また、メルブロミンは組織の境界を記すための、 生物学的染料としてや、金属破断を検出するための工業的、浸透単焦検査での金属染料としても、使用されている。メルブロミンは、青緑色から帯緑赤葛色の商用片、または、粒状の物質。水には溶けやすいが、不要分が残ることもある。エタノール、アセトン、エーテル、クロロホルムなどの有機溶媒にはほとんど溶けない。 メルブロミン自体は激薬であるが、その溶液は激薬ではない。2%メルブロミン液は 100ml12g のメルブロミンを含むため、水銀を 0.420.56wv% 含む。メルブロミン液に含まれる水銀は有機水銀化合物であるが、皮膚浸透性が低く、濃度が薄い希釈液のために、 毒性は小さいので、外用剤として使う限りにおいては安全とされている。遮光した機密容器に保存する PH は約8、メルブロミンの殺菌作用は1918年にジョンズ・ホップキンス病院のヒュー・ヤング医師によって発見された。ドチ賃キなどより傷に染みないとされ、全世界の家庭の常備薬の一つとして長く使われていた。 しかし、1998年10月19日に、アメリカの食品医薬品局によって、マーキュロクロム液の分類が、一般に安全と認められるから、未検証に変更されたことによって、アメリカ国内での流通が事実上停止した。その後、ドイツでは2003年、フランスでは2006年に販売が停止された。日本では、 製造工程で水銀が発生するという理由から1973年頃に製造が中止されたが常備薬として求める声は多く海外で製造した原料を輸入することで現在も販売されている2019年5月31日をもって日本薬局方から削除され日本薬局法を記載したパッケージでは売れなくなり改めて承認審査を通さなければならない 2020年12月31日に水銀による環境の汚染の防止に関する法律によって国内での製造も規制される予定。製薬会社等がメルブロミンの希釈液を製造することは禁止されていないが原薬であるメルブロミンの国内合成はその原料となる水銀の輸入、貯蔵、使用等が規制の対象となっていることから中国等の外国から輸入したメルブロミンの原薬を 国内で生成水と調合することで製造されている。金魚などの皮膚病防止のために極小量を使用することもできる。配存者が出していた説明書には糖分や他の塩、有機酸に対して愛用性が非常に悪いとの記述があり、これが体内に染み込みにくい上に皮膚表層のみで抗菌性を示し、 さらに水銀が体内に取り込まれにくい理由とされていた。現在国内で流通しているマーキュロクロム液の製造販売元と商品名は以下の通りである。ありがとうございます。